今日はフラワーライブです。はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、パンパスグラスを入れたフラワーアレンジメントをフラワーライブで紹介したいと思います。ではですね、早速フラワーライブ行ってみましょう。フラワーライブスタート。はい、こちらで完成です。パンパスグラスのですね、こう上に伸びるパンパスグラスとこの下のバランスですね、ちょっとこう考えて、あんまり離れすぎず、こうつきすぎずですねの関係を保つことが成功の秘訣だと思います。はい、今日のフラワーライブいかがだったでしょうか。このフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらですね、こちらをクリックしていただいてフォームよりチャンネル登録をお願いいたします。それでは今後ともフラワー TV よろしくお願いいたします。